熱まじ強めの飲み会よ。今から君に聞いてもらうのはキャパ超え我らの一種表明。別に飲みたくないわけではないのさ。楽しい時は俺も過ごしたい。誤解してるさ、酒は好きなのさ。嫌ってるのは無理なんだ今日よ。空飲めるなら飲むさ。ただこれ以上危険、ちゃんとお世話をするから。いやあなたバリ飲んどるや、しようないや。飲んでんだけど足らんと言われる。明日も仕事早いんだけど、俺も明日は早いから行ける。化け物悪魔の名のリーダー。キャバは人それぞれで、楽しみ方も同様。あなたは知らないかもな。昨日夢友の前じゃ君と外す。飲んでんだけど足らんと言われる。飲む量で取ってくマウント。お言葉ですが私この場所に選手権では来てませんか。でもこんな俺ですら思うこと、雑飲みももはや懐かしい。無理して飲んで朝後悔する。飲める時をまた来ませんか。よいしょー。はい、皆さんこんにちは、たからみでございます。本日も動画を見てくださいました誠にありがとうございました。もしいいなと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録、そしてベルボタンを押していただきますと、僕が動画をアップするために皆様に通知がいっぱいになっておりますので、そちらも合わせてよろしくお願いします。今回も脇剃りました。正直なことで言うと、気の許してる友達とかだったらね、もう明日のことが気にせずに「飲んよー!」みたいな「いやいやいやー!」みたいなやつも結構好きなタイプなんですけれども、たまにね、どうしても今日無理なんですって言っても強要する人がいるじゃないですか。あと、その楽しく飲みたいのになんか飲んでないと楽しくないと思われるみたいな、あるあるじゃないですか。それをね、ちょっと代弁してみようかなっていう曲でございました。共感していただきましたら、ぜひシェアとかよろしくお願いします。皆様からリクエストもお待ちしておりますので、どしどしコメントよろしくお願いします。以上とかありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。またかなり脇が綺麗になっちゃったんですけれども、チクチクタイムですね。チクチク期間がまた長くなりますわ。